たけし岡田のちょっとれ。さあ、今日は顔のトレーニングセカンドやってまいります。たけし岡田はですね、ふざけてるわけではないんですよ。皆さんの表情筋を鍛えるために今日も頑張っています。さあ、最初のメニューはですね、唇をすぼめたまま、口を閉じたまんまですね、上下に動かしていきます。鼻に近づけたり、鼻の下を伸ばして鼻から遠ざけたりの動きを繰り返していきます。続いては横移動、前歯の上を滑らせるように口を閉じたまんま横にウィッウィッと、口のすぼめた先を左右にずらしていきます。そして基本セットの3セット目は唇の下、ふくらしです。唇は閉じたまんま、下の前歯と唇の裏の隙間に空気を入れていきます。さあ、これが基本の3つのメニューになりますので、これを繰り返していきます。上下移動です。さあ、この撮影の時、私佐藤はですね、たけし岡田のこの顔に光を当てる係としてですね、一緒に撮影してたんですけども、なかなか2人で向かい合ってやるのもちょっと笑いこらえるのも大変でしたね。で、私も見ながらこう一緒に真似をしてね、動かしてたんですけど、結構終わってからやっぱり表情がはっきりするような感覚がありますね。お互いになんかこうにこやかに、あとは口周りのこうだるさというかが抜けて張りが出ましたね。まあ、表情筋を鍛えるっていうのは、細かいシワやたるみっていうのを予防したり、あとはこう表情の明るい印象を作ったりっていうことで、まあ、最近話題になったんですよね。意識して動かさないと動かない筋肉もありますのでね。口周りで言ったら口輪筋ですとか、口角下正筋ですとか、上身虚筋という、そういう表情筋の細かい筋肉をですね、あえて動かすようなトレーニングを行っています。もうずっとたけし岡田の動きを真似するだけでいいんですよ。ただこれ、顎と顔は動かさなくていいですね。目線も前のまんまでいいですね。たけし岡田ちょっとサービス精神旺盛なので、ちょっとオーバーアクションで口と一緒に顔も動かしてくれてます。さあ、空気入れるの唇ちょっとつりそうになりますが、これ最後のセットですので頑張ってみましょう。では皆さんも明日から綺麗なスマイルができるようになったと思います。本日もお疲れ様でした。